現代文こうしてね、古文こうしてね、数学こうしてねって言ったけど、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。はい、です。こんにちは。さあ本日はですね、合格する受験生の11月の進捗について話していきたいと思います。これ科目別に話していくんだけど、英語はですね10月31日に11月英語勉強法を上げてます。で、その中で何割ぐらい取れてねっていう話、具体的な話してるんで、そっちを参考にしてもらって、今日の動画はですね現代文と古文と数学、この主要の残り3科目について説明をしていきたいと思います。じゃあ現代文からいきますね。現代文はですね、まず抽象的なところ、解き方のレベルとかで言えば、記号問題を解く際に何回も本文と行き来するというよりかは、なぜですかが聞かれてる、これはこう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 だからだなっていうのをしっかり本文を読む中で自分であらかた要素を見つけれてる状態、うん、で消去法で全然選ぶんやね、消去法で選ぶんやけど、やろうと思ったら答えを読んで、あこれは自分が考えたやつと違うな、自分の考えたやつと違うな、あこれ同じようなこと書いてある、あちょっとずれてるなってことは、これ真ん中が正解かなみたいなとかね、そういう風に解けるようになってるのが一番理想です。これが11月中にしっかりそれまで仕上げてねっていう意味ですよ。11月の頭の段階でそこまでできといてねっていう話じゃないんで、11月で過去問演習をするなりやるときにそれをしっかり積んでいってください。で特に今の解き方ができといてほしいのは、自分が志望する大学で記述問題が出る子は絶対にこの解き方できるようになってください。あるあるなんか記号問題できるけど記述問題できひんっていうね、現代文得意だと勘違いしてる子あるあるなんですけど、はい、記述できへんってことは現代文できてないですよ。だって言うたら記述問題できる子って記号問題できますからね。でも記号問題ができてるのに記述問題ができへんってことは、記号問題を解く時の思考のプロセスが間違っていたりだとかしてるわけですよね、うん、だからそこがやっぱりまだまだ演習をしていく上での復習だったりだとかっていうところが甘い何よりの証拠だと思うんで、まず解き方っていう面ではそういう風にしていてください。で進捗っていうところで言うなら、まあ、成績も大事かなと思うんですけど、イメージ現代文はもうこの11月は自分が志望するレベルの大学の過去問だけを演習するような状態、強いて言うなら総計の校がカンカンマーチの併願する大学のやつと過去問をやるぐらいで、演習の進捗度合いとしてはそういうレベルができるようになっていっておいてほしいと。でそこで現代文で記述抜いて記号を例えば1ミス、うん、1ミスまで11末でいってたらまあまあ理想でも、だいたい点数にして7割ぐらいは最低でもどの大学分でもね、うん、欲しいかなっていうふうに思うので、成績の目安は7割ぐらいかなというふうに思います。なので、現代文はまとめると、記号問題を解く際のプロセスがしっかり自分で答えの要素を引っこ抜いた状態で記号問題が解けているか、記述問題がそれに応じて満点は取れないけど大事な要素は引き抜いてこれてるのかっていうところを確認し、それぞれ自分の志望校のレベルの過去問をやって7割ぐらいが取れている状態、これが11月の理想の進捗かなというふうな印象です、うん、はい。じゃあ古文いきますか。古文はですね、僕、はい、絶対過去の動画今年も言ってると思うんですけど、はい、そもそも古文の復習をするときに自分で全文を読んで問題解きました、解説読みます、問題の解説読みます、終わりじゃなくて、自分の読んだ本文と前訳を横に照らし合わせて、どこで読み間違ったのか、どこで主語が取れなくなったのか、どこから急に読めなくなったのかっていうのを分析しながら、一個一個文法を潰していったり敬語を潰していったりなどして、次どういう風に読んでいったらそれが攻略できていたのかっていうアセットを積み上げていってください。これをちゃんと文法が終わって単語が終わって大体まあ半年ぐらいやっていてくれれば、今読めてないということはありえないです。ありえないです、うん、ということはですね、ほとんど古文の問題に関してはほぼ満点から9割近く取れてないと、僕の生徒だったらおかしい、なんでってなります、うん、はい、だから11月の理想的な進捗としてはそうです。ただ YouTube だけ見てる子だったらなかなかそうは言ってられないと思うので、うん、だいたいこういう状況だろうというのを推測しながら話していきますけど、そもそも今自分で問題演習をやって前訳読んだら、え自分で勝手にストーリー作ってもうてて、えこんな話やったなることが5回に1回ぐらい以上で起こる子に関してはめちゃめちゃ大変やけど、僕まだ文法に戻った方がいいと思います。特に助動詞と敬語に戻った方がいいと思います。自分でストーリーを組み上げてしまうのは勝手に文法的に解釈できないから、だから多分こんなこと言ってるんだろうなっていう風に勝手に自分でストーリーを作って選択肢をヒントにして読むみたいな。いや選択肢ヒントにして読まんから絶対古文に関しては、うん、
うん、本文読んで結局選択肢を選びに行かないといけないから、そこがヒントになることってほとんどないんですよね。だけど読めないからそういうのをヒントにして読んでしまう。でそれは基本的に文法の助動詞が間違っていたりの解釈が間違っていたり、識別ができなかったり、敬語がわからないせいで主語が取れていなかったりっていうのが理由なので、うん、文法に大胆に戻ると。でちょっと単語を覚えてないはちょっとないので、600語単語を覚えてないは単語で他の受験生と差がついてることってまあありえないので、600語近かったらそこは大前提、まあ、覚えてない子はもうそこからやった方がいいし、覚えてる子はそれを忘れないように何度も何度も回してやっていってほしいなっていう感じです。あともうちょい点数取られへんなっていう子はどうしようかなっていう感じなんですけど、うん、点数取れてない原因にもよりますよね。例えば読解問題は解けてるけど、うん、知識問題が取れてない子とかだったら別にいいじゃないですか、うんね、例えばですよ、そのずっと矢沢先生と僕が受験トークで言ってる照らし合わせて訳すっていうのがやってる子やったら、例えば古文単語の多義語に防線部が引かれてて意味5択で、そのうち単語帳に載ってるやつがちゃんと出てきてる2つで、あと3つはもう関係ない。でこれ文脈判断しないといけない時になんかこう逆選んでまうみたいなのがあって、僕の中ではちゃんと解釈、その言うたら古文の一文一文を精読する復習をしてきた子とかだったらありえないことなんですよ。まあまあまあそうね、うん、はい、だから基本的には古文の大方の問題って話の筋が取れてない、つまりは訳せてないっていうところが問題だというふうに僕は思ってるので、多くの場合例えばそれこそ7割取れてたら全然できてないわけじゃないと思うんですよ。ただこれが古文が半分ぐらいしか取れてない子は長文とかやってる場合じゃない、うん、やってもいいけど、よりできてない子はもう長文の手を全部止めてでももう一回文法をやるとか、短文和訳の練習したりだとか、もうそれこそね普通の説も無視して一文訳して全訳見る、一文訳して全訳見るっていう古文の演習をしていっても、まあ言ったら和訳和訳現代語訳現代語訳を一生し続けるだけでいいかなと。それより点数が低い子はね、うん、なるほどな、うん、それで十分かなっていうふうに思ってますけどね。一個今の話を聞きながら、はい、ああそういえばこれやってほしいなと思ったのが一個あって、うん、7割ぐらいでちょっと合格最低点取るために足引っ張ってるみたいな、はい、8割9割乗せたい、うんうんうん、であと満点は難しいかもしれへんけど期待値としては8割から9割ぐらいのところに収めたいっていう子は、僕は過去問演習をやって間違えた問題に関しては絶対に人に説明できるようにするっていう作業をする。これな当たり前なんだけど、それをやるかやらんかで全然違うので、例えば塾講師が生徒に教えるときに5択あってこう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 だから これが答えになるって言ったら、全部これはこういう理由でダメ、こういう理由でダメ、これでダメ、これでダメで、これしか残らないっていう解説をしないといけないんですね。でも自分でいざ問題を解いて解説見てやってると、あだからこれ答えないやって終わっちゃうんだけど、それを深めていてなぜ他の選択肢がダメなのかっていうのをちゃんと全部切り切れるようになっていたら、あとの1割2割って取っていけるようになるので、それを自分で復習で人に伝えれるところまでレベルを上げて復習してほしいなと思います。はい、じゃあラスト数学いきましょう。でね、これ数学話す上でいっちゃむずいのが、受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。この点数取れてたらいいよって数学めちゃめちゃ話すのむずいんですよ、うん、確かにね、むずいなと思う理由が、あまりにも大学と学部によって難易度の差が激しい、うん、ああ確かにね、それは文系数学にしても理系数学にしても、そうそうそう、数学っていう科目がそうやもんね、はい、例えば同志社の理系の数学って、うん、よく学びズムのね数学科の講師もよく言うんですけど、あんな高校生の誰が解けんのみたいな、はいはいはい、めちゃくちゃむずいでみたいな問題が出てくるわけですよね。そういう風な問題を出してきたりだとか、やっぱりじゃあ同志社の理系数学と関大の理系数学数学とほにゃら大学の理系数学を全部同じように見て7割っていうのが、数学はめちゃくちゃ差あるんで、これ、うん、一概に何割あったらいいよは言ってあげれません、申し訳ないんですけど、うん、でそれはちゃんとこの時期になったら赤本は1回は解いてるはずだから、自分の合格最低点の目標をじゃあ全科目で英語だったら何点、国語だったら何点、数学だったら何点、英語だったら何点、理科だったら何点、数学だったら何点みたいに、文系数学にしても理系数学にしても自分の目標点数があるはずなんですよね、うん、でそれが早稲田の小学部とかやったら平均点見ても分かるようにめちゃめちゃ低いんですよ。だから2割取れたらいいよね、3割取れたらいいよね、4割取れたらいいよねっていう大学も存在するので、それはみんなが目標点に設定してるところからだいたいマイナス1割か2割ぐらいになってるようなイメージで、月1回ずつ1割ずつ上げていけたら本番で合格最低点が乗るよねみたいなレベルになっていってくれたら正直十分です。だから成績に関しては言いにく
いんやけど、数学の勉強をねこの時期からする上で、僕は文系数学をやってた人間だから、あれから数三ももちろん勉強したことあるし、すごく思うことなんやけど、過去問やった時ってこんな解き方知らんよみたいな問題が出されるんですよ、うん、例えば立命とかもそうだし、わりかしマーチは素直な問題が多い、中央とかはね癖強い学部もあるけど、わりかしオーソドックスな問題が多いんだけど、まあ年度学部によってはさ、例えばただの二次関数の問題じゃなくて、二次関数に同点 P っていうのがくっついてきて、立式からやらなあかんとか、うんうん、ちょっとひとひねりしてきた時に、はいはい、自分がほんまま新しい問題に出会ったかのように、これは同点 P の時はこうせなあかんねやと、はいはいはい、解放のパターンを丸暗記してしまう過去問演習をする上で、この動画を見てる時がね、1月とかでもう残り入試まで10日しかないです、だから根本理解とか言ってる場合じゃないんですよみたいな状況やったら、僕丸暗記でいけって言うことあります。こういう問題来たらこう解くって、もう全部これ暗記していけみたいな、うんうんうん、それ僕が使った手法なんですけど、入試期間にもうほんま残り2日であげなあかんってなったんでやったんですけど、そういう子はそうしたらいいと思うんですよ。ただ11月という時期において解放パターンの丸暗記っていうのは絶対にやめてほしいんですよね。じゃあ何すんねんっていう風な話なんですけど、どんな問題であれ、マナビズムで YouTube にも出たことある中桐先生がいろんな動画でも言ってるんですけど、数学は教科書の知識だけで解けるって言うんですよね。インプットしたことをほんまにこれってこういう風な目的でこれをして、だからこういう風に公式が成り立ってるよねってことは、こういう問題が出てきたら使えるやんっていう知識の運用のところがちゃんと言語ができてたら、教科書の知識で解けるんだっていう風に言うんですよね。でそれは僕も常々文系数学受験をした時にも思っていて、だからどんな問題に出会ったとしても丸暗記で押し切らんといてください。数学はそこのなんで与えられたリード文からそういう風な立式になるのかが、なんでなんやろみたいな、わからんかったらネットで調べる、学校の先生に聞く、塾予備校に入ってる子だったら先生講師スタッフに聞くっていう風にして、ちゃんとなんでそうなってるのかを言語化してください。でそれをね、もちろんこんなん公式やから覚えてない、お前が悪いよ、あなたが悪いよっていうのはもちろんあります、あります、そこらあるんですけど、基本的にスタッフにね聞いて、それはあなたが覚えてないだけだから覚えといてっていう風に説明から逃げるスタッフの言うことは聞かなくていいんで、ちゃんと覚えとくしかないやつはもちろん自分から見てもこんなん公式これ使うだけやんって分かるはずやから覚えといたらしまいだよねであるんだけど、基本的にはなんでそういう解法が導けるのか、例えば図形の問題ってなんでそこに補助線を引くのか、これグラフ書かずに解説書いてるけど書かんでも分かる方法があるみたいな、あグラフ書かんでもこういう感じなんやぐらいで終わってたんじゃ甘いから、そこの解法の流れやったりパターンっていうのを言語化していく、なんでそういう風な立式、なんでそういう風な途中式になってるのかっていうところを言語化していくっていうのを、数学はこの11月にすごく意識してください。でもうそんなこと言ってる場合じゃないんだと、基本問題でもパターン問題でも間違えてしまってるんだっていう人はそんなこと言ってる場合じゃないので、早くセンターレベル誘導付きの問題をしっかりできるように11月で、まだ僕からしたらそのレベルは基礎固めになるのでしっかり固めてほしいなというふうに思います。はい、まあ現代文古文数学でねたくさん話しましたけど、まあやっぱり今言語数話したけど、やっぱり英語がね僕は優先順位、文系理系も高いと思ってるので、10月31日に出てたね11月英語勉強法も忘れることなくしっかり見ておいてください。あらかたね主要科目には話したから、11月の勉強の計画流れの目処は立ったんじゃないかなというふうに思うので、参考にして頑張ってほしいなというふうに思います。でね、今現代文こうしてね、古文こうしてね、数学こうしてねって言ったけど、やっぱ結構ね一人で勉強していく中で、赤本のあの解説量で一人でこう分析をして一人でやっていくのって、やっぱ辛いことの方が多いじゃないですか、うん、そりゃそうですよ、うん、そう現代文も答えの要素としてはこういう内容が入ってくるよねっていう風なところも、合ってるかどうか別に解説に書いてるわけじゃない、記述問題の回答例から逆算してこういう要素を抜かないといけないって考えないといけないじゃないですか、うん、でそれが一人でやるのが難しいっていう、このために僕たちは入試直前パック、うん、でみんなが受ける大学のその大学だけの対策ができる大学別対策講座っていうのを入試直前パックっていう形でお申し込みを待っております。だからそういう風にね過去問演習して成績が伸び悩んでいる、思うように合格最低点を超えれない、で今自分に足りないことが何かわからないっていう人は、入試直前パックで大学別対策講座を受けてくれたらその悩みっていうのは解決されるんで、はい、これは断言します、解決されます、絶対にするんで、少しでもね悩んでたりだとか大学別対策講座入試直前パックを手助けにしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います、うん、大学別対策講座のラインナップに入ってる大学で自分がまだ合格最低点出てない科目、うん、そういった合格最低点を達成するためにこの科目で何点取りたいっていうのは考えてるのか、はい、それが達成されてない科目がある人は絶対
対にその合格最低点に近づく、なんだろう、その合格最低点を超える講座になってるんで必ず受けてください、はい、絶対に後悔させないから。絶対に後悔させません、はい、よろしくお願いします。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルの無料特典であなたに合った英単語帳診断というものを受けていただけます。いくつかの簡単な質問に答えるだけで君の志望校や特性に合った英単語帳を紹介します。概要欄に URL を貼っておくのでぜひ受けてみてください。では次回の動画もお楽しみに。